ございます。おはようございます。鼻づむりつが、花粉が来てるっぽいです。ブンブンです。ブンブン、うわ。うん、あお本当にくれた、ありがとう。何、カフェオレ、カフェオレ、冷めたマックコーヒーをカフェオレにしてくれた。そう、あでもちょっと薄くなってる。モギ優しい、私優しいでしょ、モギ優しい。じゃあ私にも注意して。これさ価格さ楽天と違うけどどうしたらいいかな。あ見つけた方でいい、うん、あイエスイエス。それじゃあ収録開始します。はい。また楽天と違うの、うん、なんか売ってる場所によって違うの。ああ、まあ売ってる場所は違うよね、うん、見つけた方で、うん、ただあのこの間のは、うん、販売中止になってるやつ。そうやねそれはさすがに。よし、あかわいい。その名前出しちゃっていいの、夕方メールあそれポチッと押す了解でいいの。今日はちょっと袖の長いの着てみました。ポチッチポ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 チ。 iPhone でかいね。あー解像度上がってっかね、うん、こうポットタッチで持ち慣れてるとでかって思っちゃう。あ大きさもでかいよね、うん、えいえい。じゃあ始めますか。はい、お願いします。うん、よろずやラジオスター、あなたのハートをぶっこ抜き、株式会社ぶっこ抜けへようこそ。よろずやす、うさぎ年でいっぱいうさぎ飼う人がいるみたいですけれども、捨てうさぎがもうすでに出ているということで心を痛めています。うさぎ大好きな小林彩乃です。よろずやす、うさぎ年ですが犬と猫が大好きなシロです。私も犬猫好きですよ。うん、うさぎももちろん好きですよ、うん、てか動物が好きです。好きです、好きです。爬虫類もいけなくはない。皆さん動物好きですかね。好きなんじゃないですか。私毛玉だったら何でもいい。この間、ねネズミ、動物園行ったらネズミがムワーってすごい乗ってきてどうしようと思った。ネズミ？あのネズミがこう触れ合い広場でモルモットがいっぱいいたりとかするんだけど、ネズミの箱があってネズミムワーっていて、で何匹か外に出ようとしてるネズミがいて、うん、で手を出すとそいつらは乗ってくるのね。へえ、人慣れしてるネズミなんだ。うん、なんか多分そこの枠からこの小さな世界から俺たちは飛び出してやるぜっていう意思を持った数匹だと思うんだけど、そいつらが乗ってきちゃって離れなくって、友達に取ってもらうの大変だったっていうエピソードをこの間。へえ、ネズミが置いてあるなんて珍しいね。うん、超可愛かったね。うん、ダメな人はダメだと思うけど、うん、ダメそう。可愛かったですよ、うんうん、ねえ、うん、ねえ、なんかそういえば二人きりですね。そうですよ、うん、やっと二人きりだね、綾乃。あ、今綾乃。あ、はい、綾乃。あ、二人きりだね。あ、白。あ、白もっと。はい、そんなわけでそんなわけで今何だったの。うん、何か想像して、なんかなんかそういうキャラを作ってみた、うん、もっとこう絡んでほしかったの。白ちゃん大好きよありがとう。あー、キモいキモい。それではよろしいや、ラジオ視点始まりますよ。開幕でーす。私より白が読んだ方がよくね。あ、あ、はい。これニコニコって見ちゃっていいんですか。あ、どうぞどうぞ。
2分26です。はい、はい開幕ですを忘れましたね。いや、あの始まりますよって言ったら息吸えなかった息吸ってから言おうとした言おうとした始まっちゃった、うわーですって言った。おー今の入れないって思ったタタタンタンタランタンテンテンタンタン。読み込み中。毛玉なら何でもいいのか。いいです毛玉大好きですよ。毛玉いいよね。あのほ、わた、うん、ほらフクロウの子供とかって綿ぼこりに見えるよね。見えるね見える見える。鳥、鳥はこうなんであんな綿ぼこりなのかね。もうこんなんだよね、うん、こんなん。まだ鳴らしてないこれいつ鳴らしても大丈夫ですか。これ何トゥーストゥース、イエイイエイイエイ。毛玉大好きです。準備 OK ですか。はい OK です。ペテン座長小林。このコーナーは我らが座長小林がセレクトした商品を私城に売り込みいたします。制限時間は3分間。そしてプレゼン終了後に座長が商品の値段を発表します。だんだんブルワーになってきます。がこの値段は座長が勝手につけたものです。私は座長のプレゼンをもとにその値段が本当の値段より高いのか安いのかを当てます。アナゴくん、私を騙すことができれば座長の勝ち、私が当てたら座長の負けです。負けたら座長はプレゼンした商品を自腹でお買い上げしていただきます。やだやだ、お買い上げしていただきます。頑張ります。今回は、今回は、はい、そのグダグダでしたね、すいませんすいませんすいません、はい、今回はそう、それの前にですね、お便りを、このコーナーに対してお便りをいただいているので、はい、それを読みたいと思います。はいはい、お名前、はい、ソロモンステートさん、こんにちは。男性の方ですね。お、ありがとうございます。ありがとうございます。よろずやラジオ支店の皆様、スタッフの皆様、こんにちは。こんにちは。こんにちは。いつも楽しく聞かせてもらってます。こんにちは。どちらにお便りしていいのかわからないのでこちらに送りました。はい、前回のタクシーウォーカーですが、はい、確か絶版だったと思います。自分がアマゾンで見たときはイエローが2809円でした、はい、他の色に関しては3085円です。販売終了商品は値段が変わるのでプレゼンする商品としてはどうなのでしょうか。もし座長が負けていたとしても買うときに値段が違うなどいろいろ問題があると思います。前にも一度そんな商品があったと記憶しておりますが、このままでは値段を当てるというコーナー趣旨が成り立たなくなってしまいます。もう一度プレゼンする商品を考えてみたらいかがでしょうか。いろいろ言いましたが、はい、今後もお二人の活躍を楽しみにしております。ありがとうございます。すいません、あの 実はですね、いろいろなところから他の方からもご指摘いただいておりました。そうですね、完全に私のミスでございます。そうね、すいませんでした。でもすいませんでしたね。勝ってよかったな。勝ってよかったね。うん、あのなんだろう、私さ、うん、あの結構それがあれで、うん、あのそのせいだけじゃないんだけど、うん、直前に見つけて、うん、あの言ってるから、あ多分買うときには同じ値段で買えると思ってる。あでも結構なんか上がってるっぽいね、これ ね上がってるっぽい ね, ね。ちょっとそれはあの自分の首を絞めるのでやめようと思います今度からじゃあちゃんとあのチェックして、はい、チェックしていこうと思います。いこうと思います。引き続きお願いいたします。はい、多分神がチェックしてくださると思います神任せえ、あ、うん、自分でも頑張るよ、うん、頑張るよ、うん、そんなわけでですね、はい、じゃあ今回をプレゼンスタート。イエーイ。はい、今回はですね、うん、ツインパワーシャボンというおもちゃをですね、うんうん、プレゼンしたいと思います。ツインパワーシャボン、画像こちら、どん白さん見てください。これですね、モーターが2つついて、こう片手で持てるタイプのシャボン玉の遊ぶ機械なんだけど、これなんと2つモーターがついてるじゃないですか、プロペラみたいな。ついてますね。これ1分間にこうシャボン玉っていっぱい出るじゃないですか、うんうん、何個ぐらい出ると思いますこの機械。え、なんか回るからやっぱいっぱい出るんだよね。いっぱい出る。100個ぐらい出るのかな。800個出ます。はぁ、800個出ます。そんなあのスティックタイプで遊びやすい上に800個出るんです。
1分間に1分間です。約800個です。約800個出ます。ちっちゃいのが出んのかな、やっぱあの、まあ、ボボボボボボって、うん、そうだね、ボボボボボボって。でもすごくね、すごい、すごいでしょ。私シャボン玉結構好きだから、これこれちょっといいでしょ。いいで、いい、うん、あのまあ片手持ちとかできるタイプで、うん、そうだよね。そうそう、で多分ね電池って動くんだな。うん、それもちょっと簡単だし、うん、もっと子供用の手動式製造機っていう、こうガラガラガラって回していっぱい出るみたいなやつは、うんうん、ちなみにお値段を言うと1764円、うん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 、でちなみにイベント用とかのシャボン玉メーカーも売ってるんだけど、うん、これぐらいの箱でですね、バーってシャボン玉が出るやつはなんと4400円するらしいです。へえ、まあ、そんな値段も込みでいろいろ考えていただければいいなと思って、うんうんうん、これちょっと近未来的な感じでアメリカナイズされた色合いで可愛いなと思って、ね、片手でできるのいいですよね。いいな、うん、これ子供は喜ぶね。喜ぶでしょ、ちょっと大人も楽しめる、うん、私も喜ぶし、そう、友達とかたまにこう公園とか行くと、これ誰かプレゼントしてください、シャボン玉やりてえってつぶやくやついるので、シャボン玉やりてえ、ちょっと楽しいじゃないかなって思います、うん、へえ、うん。なんか写真撮る人とかね、シャボン玉欲しいとか効果で言う人とかは結構いいんじゃないかなと思います。見えるかな、見えないよね、見えないかな、うん。そんなツインパワーシャボンです。はい、はい、そんな感じのプレゼンです。ほー、ちょっと面白いでしょ。なるほどね、面白い、うん、これはちょっとね、うん、欲しいな。欲しいでしょ、うん、欲しい、うん、俺やった、これ来たね、よろずで遊びたい、よろずで遊びたい、うん、はい、遊びたい遊びたい、これ遊びたい、公園行ってみんなで遊びたい、うん、そう遊びたい。じゃあ値段言うよ、うん、今回のこのツインパワーシャボン、うん、1299円より高いか安いか、ドン、うん、1299円か、うん、よし、安い。ごめん、私今間違っちゃったから丸にした。は、うんうん、え、今どういうことどういうこと、え、ちょっと待って、事故、え、事故、何、ごめんね、ジャストな値段だったの、私、ま、言う値段よりも正解の値段言っちゃったの、だから丸にした。あ、安いも高いもなかったってこと。そう、あ、もう正解だよみたいな、正解でいいよ、あ、これ正解な値段だよ、うん、私もちょっとこれ買ってみたいから、これ欲しいよね、うん、誰かにあげます、だからすいません、なんか前回から事故がね、事故ばっかり、私なんか楽しくなっちゃってるみたいです、うん、ペテン事故ばっかり、はい、そんな感じで、うん、これはですね、どなたかにプレゼントになります、公演の時にプレゼントかな、うん、最悪だな、最初が初当たりがこれか、あ、まあ、うん、まあ、いや、うん、じゃあ次回よろずの公演の時にご来場いただいたお客様への抽選プレゼントがありますので、プレゼントするよ、なんか何もなかったからいいや、これあげる。はい、そんなわけでですね、はい、ペテン座長小林でした。でした、すいません。アホだ、それ丸つけといたから。これが値段だよって私の気持ちでふーんってやっといたんだけど、なんかあれって言ってから、あれこっちのね、あれあれって思って、あれさっき、あれそしたらアマゾンの高い方の値段でブーってやればよかったね。あ、確かにこっちだと値段ちょっと高かった。そう、アマゾンは1400いくらだった、楽天は1299円だ。ほんとだ、1276円だ。へぇ、ブーってやればよかった。まあでも一応ルールとか見つけた方が、うん、見つけた方が。あ、まだ使うよね、後で、うん、はい、じゃあダンタンタンタタンタン、まあそのうち切れるから、うん、勝手に切れるから。スロペリアだ、シロペリア。じゃあ折り紙、シロペリア、はい、今回は何色とかないの、うん、何でもいいの、自分の好きな色でいいよ、選んじゃってください。多分ね、うん、子供が色を塗るとしたらピンクか水色かなって感じ、うん、うん、ね、今しかも撮ってたのがピンクだったんだよね。あ、あったあった、あ、ピンクだよね、ピンクだ、よし、はい、はい、OK です、はい、まあ、せっかくなんで、なんか書いてもらう、書いてもらう、あるよ、あ、そっか、うん、別に書けっていう指示はないんだけど、わかった、矢印の方におります。矢印の方におります。
またそういうね。だってしょうがないじゃないか。矢印の棒におりますって表記を見つけないことの方が難しいよね。準備ですか。はい、はい、はい、それでは行きます。スロペディア。毎回誰なんですかね。このコーナーはよろずやの天然女優シロをいじるコーナーです。だば、はい、オラという人間がそこはかとなくわかるコーナーだ。よろしくお願いします。前回が今年初の折り紙だったんですけれども、はい、今回でなんと折り紙最後なんですって。は早っはって言った早っそれではですね、あの毎度おなじみの趣旨説明です。まあいろいろね、あの紙にはあのプランがございますので、あ、んだな、んだんだね、ね、うん、で、趣旨説明としましては、うん、折り紙の教本は基本的にこうやって折ってくださいっていう図の説明がついてきますけれども、うん、ついてくんな。シロさんには文章説明だけで折り紙を折ってもらいます。い、例えば2つに折るっていう説明文があった場合に、うん、四角に折るか三角に折るかはシロの自由です。んだ、うん、正しく完成させることができるのか、うん、それとも物体 X が誕生するのか、うん、ご期待というコーナーですね。はい、か折り紙は折るごとにカメラに見せてくださいね。今回はちょっとピンクを選んでみました。ピンクを選びました、はい。ヒントとしましてはさっき白にも言ったんですけど、うん、子供さんがお絵描きをした時に色を塗るならばピンクか水色かな、うん、っていう感じなんじゃないですかね。じゃあ行ってみましょう。行くよー、どうも、スタート、はい、はじめに真ん中に線をつけます。折って線つけて、あ、はい、どんな形でもいいです、はい、真ん中に線をつけて、はい、それに沿って内側に折ってください。それに向けて内側に折ってください。その線に向けて内側に折ってください。あ、はい、ぷっぷっぷっぷん、両端を折るといい。あ、いいいい、もうそのままいけ。三角のところを外側に折ってください、うん、合ってるよね私ね、これね、うん、ね、うん、で、はい、真ん中にある線に沿って、うん、二つに折ってください。真ん中の線で、そ、うん、そう、二つに折ってください。はい、で、そうだな、半分よりももうちょっと短いぐらいのところでクリッと外側に折り目をつけるといいと思うよ。半分よりちょっと外側のところでクリッと折り目をつけるんでかんすか。クリッと折り目をつけるでかんすか、うん、クリッと。じゃあまあ、はい、こんな感じかな。はい、はい、はい、出来上がり。またこんななんですよ。こんな、なんか毎回こんなんじゃないですか私。顔をつけるといい。顔をつける、あ、分かった。顔をつけるといい。じゃあ顔をつけるからちょっと待っててね。どうなってんのかなそれ。もうなんか、なんだろうこれ、これなんだと思いますか。シロさん、これなんですか。え、なんか魚じゃねこれ。半魚人的な。半魚人。はい、できたできた、見せて。できた、え、どれ、どこだ。できたじゃあそれ、それの答えは最後にまた言います。はい、はい、それではですね、白パチ行ってみようかな。白パチ、白パチ、白パチ。今日のはどんな感じでしたか、今回の折り紙は。折り紙はどんな感じでした。まあ折り紙は私結局三角に折る癖があるみたいで、うん、三角にしかならないということがよくわかった。うん、わかりました、はい、じゃあ白パチ行きますね。だ、花言葉のお題です。オラに花言葉が。ラフレシアの花言葉って何ですか。ラフレシアの花言葉、はい、はい、ドン。あ、500円玉落っこってる。シロさんの世界ではラフレシアの花言葉は、あ、500円玉落っこってるです。500円玉落っこってるよ、いいじゃん500円玉。ラフレシアって500円玉落ちてるような場所に咲いてるもん、そもそも。咲いてるかもしれないじゃん。じゃあ無視していきましょう。答えはですね、はい、夢うつつですが、近年誰かが考えたものがネットなどで広まっただけで実際は存在しません。花言葉は贈る花に、そう、贈る花につけられるものなんですって。へー、だからあのバラとかチューリップとか人様にあげる花はついているけれども、うん、まあ、ラフレシアは人に贈れないので、うん、そうですね、
本来はありませんっていう花言葉はない、うん、本当はない、そうそう本当はないけど誰かが、うん、あの勝手に作ったのは夢うつつ、へだから勝手に作るのが OK ならば、うん、シロさんも実は本当はあ500円玉落っこってるっていうのが花言葉だって言っていいいいネットで広めてみればどうですか。じゃあ今日あの某巨大掲示板でつぶやきます、はい、よろしくそしたら皆さんあの賛同してあげてください。はい、はい、そんな感じで、この以上シロペディアでした。たたたたた、はい OK5 分14終了、イエイイエイイエイいいと思うよ。あの、ね、やっちゃっていいと思う。勝手にやっちゃっていいんだったらいいと思う。勝手につけていいんだろう。二つ三つあるんだよね。へえ。何じゃろうと思って。勝手に作っていいみたいな。すげえ。勝手に作っていいんだ。他の花言葉も結局勝手に作ったっちゃ勝手に作ったけど、ね。うん、あ、まあそうだけど。まあそうだよね。うん、そっか。じゃあ。そうそう。だからいいよ。あ、500円玉怒ってる。うん。それでいくわ今度から。はい、はい、でございます、ね、いいよ。次は OK ですか。はい、 OK です。おばなじコーナーです。だから誰だよよろぎぐこのコーナーでは普通のお便りを読んだり、うん、我々が好き勝手にトークしたりと自由なフリーダムなコーナーでございます。今回はゲストさんがいないので久しぶりにフリーダムですね。うん、君の時代が来た感じですね。え何か、あの最近ってよろずどうなんですか。よろず、はい、よろずはね、いやよろずって聞かないでください。 うちらよろずなんですから。もうグラフ上り調子ですよ。グラフグオーってなっちゃってる。何のグラフかよくわかんないですけど、よろずグラフ的にこうウィーンってなってる。ウィーン、だって今日だって初詣行っちゃうんだよ。そうなんです、今日初詣なんです。そうなんですよ。なんで今日私ちょっと長めのお袖のを着てきましたから。しかもこんな時期に初詣みたいなね。まあ1月に行けばいいよね。1月に行けばいいと思うよ。そうそう、私、うん、ね、そう、なんで筑波まで行っちゃうんだよね。そうです、私毎年行ってるんで、筑波山に、筑波山神社にお参りに行ってる。これから旅に出てきます。ちょっと連れて行こうかなと思います。皆さんさよなら。あ、じゃあ白だけ置いてきます。え、やだ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 、行く行く行く。筑波山の近辺に住んでらっしゃる方、ぜひ白の面倒を見てやってください。いやいやいや、じゃあさよなら。じゃあ待って、やだ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 、ちゃんと連れてって、ちゃんと私を、だから連れてけばいいんでしょ。あ、違う違う、ちゃんと連れてって置いとけばいいんでしょ。私を持って帰って、ちゃんともう テイクアウトもしないといけない。そう、テイクアウトして、ちゃんとお持ち帰りもしないで、うん、そうそう、キャッチャーリリースダメなの。そう、ダメダメダメ、ちゃんと山頂でリリースしてあげるよ。ダメ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 、解き放て、ダーン、解き放ったら解き放ったで、うん、野生の城が見れる。そうだけど、ダメ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 、山で暮らしていけないから必死で止められた。そう、あ、そうですか、ダメですか。ガマの油でも塗って生きていけばいいよ、怪我でもして。ガマの油って何。ガマの油って何ですか。え、嘘、知らないの。ガマの油ってあれですか。え、あの某忍者漫画的なやつなんですかね。え、某忍者漫画のガマの油の使用法私知らないんですけど、うん、ガマの油って軟膏薬なんですよ。ほう、筑波山ではガマの油はとても白黒のガマっていうのが有名で、大きい白黒のガマっていうのが有名で、うんうんうん、そのガマの油、ガマにね鏡をこう向けると、うん、じわーって出る、うん、その油が、うん、あのだって工場ではよく言うんですけど、うん、これあの植物の油、ガマっていう植物があって、うん、その、 あのなんか樹脂も使ってるんですって。だからどっちも言われてるみたいなんだけど、あの血止めとかのやつだったりとか、まあいろいろ軟膏薬なんで、いろいろ傷薬として江戸時代から使われていたものだそうですよ。ガマって、うん、カエルじゃないんですか。カエルです。だからでも カエルと植物どっちもあって、で筑波山周辺にはそのいっぱいそのガマもいるし、うん、ガマも生えてるんだって。へえ、だからどっちもっていう。じゃあカエルに好かれた町なんだね、筑波。そうそうそう、だからすごいカエルのその置物とかすごい多い。だからあのお守りとか、また帰るとか、お金帰るとかそんなんばっかりなんですよ。へえ、面白いですよ。じゃあガマの油を塗れば、はい、すぐ治っちゃうんだ。あの血が止まるっていうのでね、あのキャー、工場大変、ケン見て
治ったみたいな。アメリア、今のアメリア、そう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 、うん、そういう感じで治っちゃう。新しいキャラ出ましたけどね。そんなガマの油ですよ。ガマの油知らなかったの。そっか、知らなかった。そうなんですよ、やっぱ神社だから、うん、あの最近流行りの、 あのパワースポット的なものとかないんですかね。お嬢さん、それ私調べてまいりました。まあ素敵、みんなが言うと思って。筑波山っていうのが、もうそもそも筑波山自体を、うん、あの神社がね、うん、ご神体として見ているので、もう筑波山がパワースポットって言っても過言ではないんだって。はあ、なるほどね。だから山に登った瞬間にパワースポットの上にいますみたいな感じらしい、うんうんうん、でその神社の、神社というか山の至るところにある観光名所とかも、うん、あのパワースポットとして崇められていて、まあ神社だからね、うんうんうん、あのいっぱいあるみたいですよ。ほう、じゃあ山がもう全部がパワースポットで、その中でも神社みたいなところ、そうそう、神社だったりとか、神社もパワースポットって言われてるし、うん、あとそのガマの形をした石があったりとか、うんうん、あのそういう要所要所のそういう言い伝え、杉がすごい、杉、あのなんか大きい木があるんですけど、ね、うん、樹齢700年とかいう大きい木があるんですけど、その木もパワースポットになってるし、だから結構最近は行く人増えてるのかもしれないなって思いますね。パワースポット的にもね。パワースポット的にもね。じゃあうちらも今日ちょっとパワースポットでパワーもらってこようぜ。パワーもらってきましょう、うん、あのあれですよ、お札もらいに行くんですよ、ご祈祷しに行きます。そうそうそう、にゃ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 って言ってもらうんだよね。あの役者は役払いしてもらうと役がつかないとか言うんですけど、別に役払いしなければいいんじゃないかなって思います。あのご祈祷っていろいろあるんですよ。だから役払いだけじゃないんだ。そうそうそう、だからご祈祷の中の、うん、一つなのね、役払いって、うんうん、あの法衣除けとか小さづけとか縁結びとかもあるし、うん、学業成就だったりとか合格祈願だったりとか、うんうんうん、ね、交通安全、ね、家内安全とか、うん、いろいろ祭とか、ね、そのあるうちの役除けなので、別に役者だからといってそういうのをやらないっていうのはちょっとあの寂しいんじゃないかなと思います。あ、まあ、役除けさえやらなければ。よく言うよ ね、うん、でも私は役除けしましたけどね、役が嫌なので。役嫌だよね。役祭は嫌なので。役祭嫌ですよ。そう思う人はやった方がいいと思う。やった方がいいと思います、うん、いろいろありますからね。そうだね、結構ねあるよね、うん、そんな感じでですね、うん、あの行きますよ。はい、行ってまいります。行ってまいります。これからこれからウサギのようにぴょんぴょんと行ってまいります。やっぱり車から降ろそうか。やだ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 、ダメダメ だから、じゃあ筑波まで車で行くじゃないですか、はい、行きますね、どう考えたってレンタカー借りましたから、レンタカー借りましたからね、どう考えたって、でそこで私だけ降ろしてどうするんですか、うん、私は歩いて行けとかそういう感じですかね。つくばエクスプレスとかこうあのヒッチハイク的な、一人だけ電車乗ってけみたいな。でもなんかそのそれから山登るんでしょ、うん、だから山頂で降ろしてあげればいいんでしょ。あ、うん、帰りだけだよ。あ、もういいや、うん、そんなわけで山で降ろして帰りたいと思います。はい、はい、以上フリートークのコーナーでした。はい、6分20終了。降ろされるらしい。どうしよう、来週の月曜日に帰ってくる。奇跡の生還を果たしたし、ネタにはなる。白、奇跡の生還。これはひどいっていつ言われたんだろう。結構前。じゃあエンディング、エンディングコーナーです。エンディング、エンディング、うん、エンディングコーナー。あ、和服タグが入ってる、はい、今日は和服です、はい、エンディングのお時間になりましたよ。歌ってる、歌ってる。何ですかこのオンステージは。あのうざいんですけど、とてもうざいんですけど、あのもういいです、エコーとかありがとうございます。一太郎さん、そんな効果いらないです。こいつにそんな効果もったいないです。ありがとうございます。ありがとうございます。私愛されてる。あ、そうかいそうかい、うん、はい、そうかいそうかい。さっきの折り紙の答え、これ何なんですか。これうさぎです。見えなくもないよね、こうやってやればね。それこの間の猫じゃない。あれ、うさぎです。まあいいや、うさぎでした。これうさぎだそうですよ。うさぎ、いや、これじゃないですよ。うさぎだそうですよ。これがうさぎじゃないですよ。うさぎ、ね、うさぎ、
はい、ウサギ、はい、ウサギ、かわいいね、ウサギ、ウサギ、ウサギ、かわいい、かわいい、ウサギ、はい、かわいいね、ヤッフー、はい、というわけで今回の番組はあの、あれじゃないですかね、あのフリートークでの私の知的っぷりがこう発揮されたのではないかと思っておりますが、どうですか、だんだんね、うん、私が無知だってことがこうブワーってこのラジオを通して分かってると思うんで、うん、皆さんはねちょっとそんな勘違いしないでください。あ、そう、さっき打ち合わせしたらこの人あの蝶々あのテイテイさんをうちのテイテイさんをテフテフって呼ぶ人が最近いてテフテフって呼んでるんですけど、テフテフって何って言ったんですよ。じゃあ違うテフテフって何じゃないくねっすか。じゃあテフテフって弱い20歳にもなって蝶々だってことが、うん、多分頭からポーンって抜けてたんだよね。なんか聞いた時にあなんか聞いたことある、あまあいいやって思ったもん。それわかんないっていうことじゃない。これからテフテフって呼びます。蝶々だって分かってます。ああ頭の中にちゃんとあります。あ、そうですか、はい、はい、うん、まあ、それならそれでいいですけど、うん、はい、まあこの番組ではですね、シロペディア内で白に答えてほしい質問、うん、疑問、または番組へのご意見ご感想などなど大募集しておりますよ。またオープニングエンディングで私たちに言ってほしいハートキャッチな一言もございましたらお送りください。はい、さい、はい、さい、お願いします。はい、すべてのお便りはアルファさんのホームページ内投稿フォームにお送りいただくか、よろずやアットマークアルファハイフンレディオドットコムまでお願いいたします。ますます。そして必ず言ってますけども、う一つお知らせです。現在よろず劇団よろずや本店では劇団員を大募集しております。はい、心のホカロンをもっとに年に2回の公演を目標に活動中です ですよ。詳細はよろずや本店のホームページをご覧ください。マシマシホームページにも遊びに来てください。はい、来てください。はい、それではですね、この最後のハートキャッチの一言、はい、ドーン。じゃあの神社の参拝に行ってる程で人が多い感じで、はい、仕方ないわね、はぐれないように手つないでてあげてもいいわよ。うわー、ツンデレきたー、してみた。綾野たんもえーキモいキモい、早く閉幕して今回はこれにて閉幕、綾野たんもえーまたのご来場お待ちしておりますお待ちしておりますキモいキモい、やらなきゃよかったよ。うわー、助けて。はい、30分だからね、うん、今日は2本撮りだぜ、イエーイ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 、いっぱなし初だぜ、いっぱなしだぜ、イエーイ。ツンデレできたね。ツンデレです。ツンデレできたよ。萌えだよ、萌え。萌えですか、うん、萌え萌えきた、萌えだったんだ。萌えツンデレってそんな萌えなんですかね。萌えなんですか。萌える人は萌えるんだよ、うん、どっちかっていうと多分 M な人の方が萌えると思う。ちょっとこうどうなんだろうね。ツンツンの部分よりデレの部分がいいわけだ。だからでもほら普段はツンツンしてるのに時々こう出れるわけじゃん、うん、さっきみたいに、うん、こう多分それまでは何遅いわねとか言ってた、うん、でも急になんかくるって後ろ振り返ってさっきの言葉を言うわけ。あやのたん萌え、あやのたん、あやのたん、怖い怖いよ